じゃん、高校2年生のアンと両党の、あ、中学1年生の両の筆箱紹介です。両くんは中学生になって授業始まりました？はい。何日経った授業始まってから？2日。それで、うん、どういう感じですか今のところ？疲れた。疲れた、うん、てかさ、めっちゃ声変わりしたね。うん、出しづらいっしょ声。いや別に。てか焼けたね、うん、なんかめっちゃ 赤黒くない今、うん、ということで私もね高校2年生になってこの筆箱を3日間使ってるんですけど、そんな2人の筆箱を今日は紹介したいと思います。それではレッツゴ ー。あのさ、うん、よりに名前書いてた。りょうくんから。はい、どうぞ。まず外、外を紹介して。がお姉ちゃんからもらったやつなんですけど、めっちゃ声低いんだけど見やすいやつです。ケプトシンス、シンス1989そこ読まなくていいやつだからで中身は、うん、一番よく使うのは結構前に何かでもらったクルトガのシャーペンです。はい、グリップ付きですね。お姉ちゃんと一緒ね、はい、うん、シャーペンこれしか持ってなくて、うんうん、なんかずっと使ってて、うん、もうこれが一番使いやすいっていうか、うん、慣れてるから、うん、これを使ってます。はい、これおシャーペン持ってんじゃん。うん、シャーペンでなんかベルガード、そう、ベルガードっていうやつで、これが使えなくなった時用にこれ持ってます。予備ね。名前ペン、うんうんうん、油性ペンね。これは名前書くのに必須だもんね、うん、新学期はね。そうそう、はい、めっちゃ濃い。あとこれおうおうおう、オレンジのペンで、うん、プリントの穴埋めとかにこれ使って後で赤んで隠してできるようにしてます。サラサの、うん、0.5 です。はい、次サラサ派なんですね今のとこね。はい、フーマの消しゴムです。おー、かっこいいかっこいい、はい、これ消しやすいですかちゃんと。うん、結構消しやすい。おー、このミッキーの、うん、サラサの 0.5 のクロペン、黒ペンとこの名前ペンはどういう使い分けしてんの？わかんない。わかんない。まだこれ使ってない。使ってないですね。はい、ユニボール1です。結構渋めな色使ってますね。ちょっと見せてください。この3個なんですけど、うん、なんか友達にもらいました。へぇ、センスいいね。うん、なんか柿みたいな赤とラフランスみたいな緑と、うん、巨峰みたいなブドウですね。あ、違う、ブドウです。はい、次ですね。次やば、定規と分度器。おー、分度器今使ってんの？うん、使ってない。使ってないの？定規も使ってないけど、まあ一応入れてる感じです。うーん、分度器って一応入れるんだ、うん、え、今何の科目やってんの？数学は。数学はまだ先生の自己紹介しかやってない。長っ。はい、ラスト 0.5HB 写真です。これお姉ちゃんがクルトガ専用写真しか使わないからって言ってママにあげてたやつをりょうくんが受け継いだんですね。はい、終わりです。はい、結構シンプルでいいですね。はい、友達からもらったから入れてんのと、うん、家にあったのを入れてんの、なんか、うん、だからまだこだわりはないんだね、そんなにね、はい、うん、うん、いいんじゃないですか。すごい。え、一番よく使うペンの色は何？まだ1個も使ってない。まあそうだよね、始まってから2日とかさ、ほとんど自己紹介だよね。でも数学とかはさ、週4とかであるでしょ。まだ1回しかないの？2回ある。あ、2回あったの？それで自己紹介だけど自己紹介と、うん、2回目の半分自己紹介と。どういうこと？なんで？あ、自然数1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、うんうん、ノートとかはもう取った？なんか、うん、何の授業で取った？数学と、うん、理科1とかなんかそこら辺。え、理科は何やったの？もう覚えてない。覚えてないの、うん、はい、だそうです。ありがとうございます、はい、最初はね、そんなこだわりとかもないと思うし、りょうくん文房具オタクみたいな感じなわけでもないじゃん、うん、だからまあいいんじゃないかなと思います。はい、でね、ちゃんとね、私が企画でプレゼントしたやつをね、使ってくれてるので、ありがとうございます。はい、はい、キュンです。じゃあ次紹介しますね。私は筆箱を 2,3 種類飽きたら変えてみたいな感じで今やってるんですけど、今使ってるのはこのジップイットのモコモコやつです。色がすごい可愛くて、あとジップイット前めっちゃ流行ってたけど、最近使ってる人いなくて被らないのでいいなと思って使ってます。可愛いよねこれ。可愛くない？可愛いよ。目玉ある。開けると
こんな感じです。そうなの、これ刃があるし、全部こうやってチャックをやって紐みたいな時に。まずは普通にそのりょうくんと一緒で、確かにクルトガのクリップ付きシャーペン限定のこのダンボの柄を使ってます。はいはい、次ですね、黒のペン、ペンでこれはユニボールワン、同じこれと同じのボディの色がすごいなんか和風なカラーで、なんか発色展開ぐらいあるやつの、でも中は黒っていうやつです。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいでしょこれ。これで黒なのかっこよくない？かっこいい。かっこいいね。取り外さない。取り外さない？うん。おお。え、取り外すの？りょうくんがめっちゃね、音敏感で。ダメ。あユニボールワンが擦れる音取り外さずらしいですね。え、大丈夫なのこれ使って。大丈夫だよ。へぇ。次はジュースアップの 0.3 4色使ってます。まずオレンジがりょうくんと一緒で穴埋めで赤シートで隠せるやつ、ピンクも赤シートで結構隠れるので、赤シートで隠れた方がいいようなメモとかメインのメモを書いてます。青はサブのメモ、なんか色分けしたい時用で、緑はほとんど使わないんですけどサブサブメモです。これはどう？うん、余裕。お、じゃあいいんじゃない。次ですね、これ名前ペン、パワフルネーム、同じ。イエーイ、イエーイ。これは必要ですよね、先生に名前書かないと怒られるので、ちゃんと書きましょうみんな。次はこれ青いマーカーなんですけど、これを黒で書いたやつの上に引くと赤シートを重ねると見えなくなるっていうやつです。これはもともとノートに書いてあるやつとかを隠したい時に使ってます。これ前さ説明してよね。してないよ。したよ。してないよ。え、これの説明りょうくんにしたよね前。した。してないよ。した。でん、ユニボール1のブルーブラックです。ブルーブラックはなんかブラックとほぼ変わんないんですけど、若干ブルーっぽいの。それがすっごい可愛くて持ってるんですけど、ほぼ使いません。え、まだ使ってないじゃんそのペン。ね、りょうくんのユニボール1がさ、先端にこのさゴムついてる。使えよ。ゴム取って使うって知ってた？そこから？使ったの？使った。ゴムつけたまま使ってんの？かけた？なんだよ、出ないなって思った。そういうこと？うん。そういうこと？え、これは新品の証拠みたいな感じ。これ取っていい？取るの。取るの気持ちいいよ。知らないんだね。わあ。気持ちいいっしょ。気持ちいい。また一つ賢くなったね。うん。おめでとう。大人の階段。大人の階段登る。よかったね。で、プレイカラー K とプレイカラー2の桜色と、あ、林道色です。これはですね、普通さマーカーってさ、四角くてこうピーって線引けるやつと、細いやつがついてるじゃん、これはその細いやつと極細っていうペンみたいなやつがついてるから色分けにすごいいいんですよね、私的に。こういう感じ でこれが結構ね、2つとも特にこのピンクの方が薄めな色で、マーカーって結構さ濃いじゃん。眠いマーカーって結構濃くってノートの中で目立ちすぎちゃうのがあんまり好きじゃなかったんで、こういう薄いタイプを探して使ってます。次がこちらです。これもすごい薄くて、マーカーの中でマイルドライナーより薄いんですけど、フリクションの擦ると消えるラインマーカー、ナチュラルカラースカイブルー。 Yeah. これがねすごいちょうどいい薄い色味で好きなんで使ってます。スカイブルー担当だしね。次でん、ほぼ使わない。そうなんですよ。赤と黒のペンがついてます。丸付けと名前書きみたいな感じで、新学期はこれをね入れてるんですけど、新学期じゃない時はこれを入れてます。おい、新学期ってさあんまさ赤で丸付けする機会ないじゃん。うん、こっちの方がちょっとスルスル書けるので名前書く用で、こっちは丸付けとかそういうのに使うようです。たまにしか使わないから。あ、その赤使えるね。ですからさ、この赤めっちゃ可愛くない？何色なの？いいね。名前書いてない？はい、次がこちら付箋なんですけど、付箋ってさシート状になってるとさ筆箱とかに入れるとさすぐ汚くなっちゃうじゃん、
これをペンタイプになってるから汚くならないよってやつなんですけど、柄が可愛くて恐竜がタピオカ飲んでる。本当だ、タピオカ飲んでる、うん、やばで、こっちがこれサウルスって言ってる、うん、そうそうそう、そうこれがね、すごい好きなんで、なんでこれを入れてます。はい、はい、こうやって見ると私結構多いんだね、量、うん、結構多い。で、最後がこちらクルトガ専用シャーシン HB です。 0.5。 あ、あと待って、モノ消し、これリラックマのやつです。はい、以上でーす。マッフィ、はい、どうでしたか。でした。はーい、はーい。てかさ、りょうくんさ、クルトガのシャーシンまだ変えてないでしょ、うん、あのね、クルトガ専用シャーシンとそうじゃないシャーシン、うん、書き心地全然違うよ、クルトガ使うとき。そうなの。そう、そこしか気にならなかった。まあ、りょうくんのさ、ペンの好みとかまだ出てないと思うけど、これからがね、楽しみですね、すごく。りょうくんのノートとかも見たい、お姉ちゃん。あ、やだ。はい、ということで今日は、中学生に新しくなった弟と高校生のお姉ちゃんの筆箱紹介でした。ぜひこの文房具おすすめだよみたいなやつがあったらコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。バイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。